誕生日おめでとう、ありがとうございます。え、ごめん、そうそう、今日ね配信しようと思って、その時にでショールームするとメール送れなくなっちゃうかなって思って、ケーキありがとうございます、ハートも、だから先に送ったんですよメールを。そういうことね。テロップ打ててないじゃん、あんなに真剣に打ったのに。はい、19歳になったのでね、誕生日おめでとう、ありがとうございます、メール受け取りました、ありがとうございます。だから紙フレもね見てほしいですね、よろしくって感じ。ケーキとかクラッカーとかいっぱい本当にありがとうございます。まさかね、もうブログも上がったのかな、ブログはまだ上がってないのかな、ちょっとわかんないけど、あ、これはさっきのか、さっきのタワーか、これびっくりした今、さっきか、もう1時間経った、うん、汗汗って思った今、焦った、何話そうかな、今のタワーだよ、今のタワー、新しいタワー、これ誰だろう、誰ですか、ん、見つけてない、あ、うん、分かった、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、誕生日プレゼント。今日はね、そう、リハがあって、リハ前にえなちゃんと、そう、なんかジュース、うっ、タワー、もうたくさんケーキもありがとうございます、ほんと私に本当にありがとうございます、すごい、そう、今日のハートは逆さだけど可愛い、あ、これよく見えたね、ありがとうございます。あの今日、そう、えなちゃんがね買ってくれて、朝からケーキとかありがとうございます、それでちょっと嬉しくて、したらレッスン終わった後に青海がケーキ持ってきてくれて、でなんかどうやら青海がそれを考えて、そのレッスン後にケーキを用意できるようになんかしてくれたらしくて、あー嬉しいなーって思って、で今日ねめっちゃ関係ないんだけど、全員で、全員じゃないな、カミフレの9期の人たちでね、生誕ティーを着てて、それも楽しかった、なんか新鮮で、ホワホワして、ホワホワしてない、うっ、ありがとうございます、タワー、本当になんかありがとうございます、マジで嬉しいですね、まさか私がこんなにたくさんの人にお祝いしていただく日が来るなんて思ってなかったので、嬉しいですね。ピーマン、ピーマン、そう、ピーマンってみんな打つじゃん、これ設定したから、そう、えなちゃん買ってくれたから、私も今度買ってあげようと思って、青海がさ鬼滅の話するからさ、ファンの人までめっちゃ鬼滅の話するけどさ、私鬼滅見たことないから全然わかんないんだよね、キャラクターとか、ハートありがとうございます、誕生日おめでとう、ありがとうございます。19歳はね、なんかやりたいことができたらいいなって思うし、目標とかを叶えられたらいいなって思いますね。タワー、またありがとうございます、たくさん皆さん本当にありがとうございます、ハートもありがとうございます。そうですね、やりたいことはあるんで、それを発言するような人になれるようになりたいですね、少しは。
そんな私の隣に私今コーラがあります。2じゃないよ聞いた、ありがとうございます。今日そう2じゃないよだったんですよね、たまたま鈴木えなと、ハートありがとうございます。そう久しぶりにコーラ飲んだ気がする、なんかあったのでお家に飲みます、誕生日なので。ピーマンやっほー、ケーキありがとうございます。あ、不要作文ですってやってる口が良かった、ちょっとわからないです。すって炭酸で、全然炭酸好き、そこです、炭酸。バラとかハートとかいっぱいありがとうございます。誕生日おめでとうっていうのもありがとうございます。19歳の誕生日もうすぐ終わりますけど、今日はね、今日はいい日でした。多分でも朝からちょっと寝坊して家出る20分前に起きてめっちゃ頑張った今日朝、びっくりした。誕生日おめでとうありがとうございます。ハートとかいろんなアイテムありがとうございます。走ってないです、今日いっぱい走ってないよ。推しの誕生日って何か幸せな、そう思ってくれるだけで幸せです。私は今さ、年齢1個変わっただけだけどみんながお祝いしてくれるから嬉しいですね。生まれただけだけど今日。誕生日おめでとうありがとうございます。かわいい？あれでしょ、あの押すやつ。みんなありがとう、誕生日おめでとうっていっぱい言ってくれて、ゆならさんの思い出、ね、そうゆならさんもね言ってくれて、ツイッターでリプで言ってくれて嬉しかった。スクショスクショって思っちゃった。さきさんがおめでとうってありがとうございます。さきさん、さきさんありがとうございます。ニャニャさんめっちゃ可愛いよ。さきさんからおめでとうって言ってきなって言われたんで来ちゃった。ありがとうございます。さきさんも今配信中なのかな。なんかもう近所の人がさめっちゃ喋るやん、今日誕生日やで私。週末のライブ、そう週末のライブね、19になってから初めてのライブだからそういう意味でも楽しみ。かほりほりさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。
なんか話そうと思ってたことがあったんだけど忘れちゃったな。なんだっけ、リップかわいい、やった画面え、ちょっとありがとうございます。明日教えて、何の話したっけ。あ、そっか、そうだ、あの恋落ちフラグのお話し会を買ったよって言ってくれる方がいて嬉しいですっていうのを昨日話したっけって思って、誕生日おめでとう、ありがとうございます。話した、あ、そっかさ、ごめんごめんそう話したっけって思って、でもう3回目、3なんて、3時の応募が始まったって書いてあって、そんな早いんだって思ってびっくり。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうやで。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。今後とも赤堀きめの応援をよろしくお願いします。マジで私が総理大臣になったらこの世を数字、この世の数字消す。数字なんかにとらわれないでみんなありがとうって言ってました。そうですね、そう、それが一番ですね。投票します、セブンネットのやつかな。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。よかったらね会いに来てください。あのお話し会よかったら来てください。明日までらしい応募が。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。このアイテムとかいろんな星とかコメントとかハートとかいろいろありがとうございます。マカリクネ、ありがとうございます。ハンガー届いた、ハンガー届きました、ありがとうございます。なんかコートをかけるのにとてもちょうどよくてありがとうございますなんか高いんですよね。そう、ファンの方にハンガーをいただいたんですけど、なんか上着をかけるところにちょうどよくてすごい使わせていただいております。こんばんは、こんばんは、どうも、誕生日おめでとう、ありがとうございます。え、なんかね違う、高さが高いらしい、なんかよくわかんないけど、私の母がなんかこっちの方が高さ高いからこっちにかけた方がいいよって言われた誕生日は24時までできるね。そう、24時までできる、やるかわかんないけど、本当にありがとうございます。配信も見てくれて、今日までだからね、この誕生日のルームやっとこうって思った。そういえば最初の誕生日見たらエナだった、うん、エナちゃんじゃなかったよ。そう、今日ちかこさんもね、あの作って、ちかこさんが作っ
作ったお菓子をいただきまして、嬉しかった。レッスン終わったらロッカーの中入っててさ、ロッカー汚いからマジ申し訳なかったんだけど、嬉しかった。前後3日、あ、そうなんだ、あと3日あるんだ。へえ。明日とかできるかな、明後日とか分かんないけど、分かんないけど、今月だって、今月明後日までじゃないしまだできるよ。いやマジで明日できるか分かんないから、でんじゃんそうやって。推しのお誕生日を祝えるオタクの幸せもね、それ嬉しいですね。19歳の目標教えて。19歳はですね、この絵が揺れてるのか私が揺れてるのか分かんなかった、今私が揺れてた。19歳の目標はですね、まず目標、まあ、自分にあるんですけど、夢とかそういう目標とかを叶えられるように頑張るっていうのと、なんか人として大人になりたいなって思うし、自立しますっていう、なんかもう自分には19年生きたっていう、そういう証拠っていうか、なんかもうそういうのがあるから、19年生きたのに、これならあれ、このままだったらやばいなって思うから、大人になりたいのと、なんかちょっと顔を可愛くなりたいのと、なんか多くの方に知ってもらうのと、なんか会いたいって思える人、思われる人になりたいですね。なんかいろんな面でね、ちょっと頑張りたいなって思います、人間として。雑誌に載りたいね。そう、雑誌にね載ってみたいんですよね。けどさ、それも私次第じゃん。ピーマン、ヤッホー。セルフプロデュースするしか、でもセルフプロデュースって言うけど、セルフプロデュースさって一番難しいと思うんですよ。セルフプロデュースって思うけど、多分一番難しいと思うから、これよね。だから自分がやりたいセルフプロデュースとなんか、まあ一人違うからね。なんか趣味とかそっち系がある人は別に、何だろう、特技とか伸ばせばいいと思うけど、私は別にそっちを伸ばしていきたいとは、なんかそうは思わないタイプのセルフプロデュースのをしたいなって思ってるような人なので。わかんないですね。なんかお誕生日おめでとう、ありがとうございます。だってさ、例えばさ、なんだろうな、例えば本当に、例えば水泳が得意な人がいます。さあその人は水泳を伸ばせばいいけど、なんか得意なことを伸ばすのが多分一番いいと思うんだけど、私はなんかそうは思わないみたいな、なんかよくわかんないですよ自分でも。
ざっくり言うとなんか顔可愛くなりたいってことですね。まあそういうことですもん。顔が可愛くなって服も作りたいと思ってるから、自分でねいろいろ作りたいっていうか作ろうと思ってるし、なんか今はすごいリハとかがねたくさんあるから、そういうのがちょっと落ち着いたらやりたいなって思ってることはある。顔は可愛い、顔可愛くないんですよ。可愛くないよ。なんかグループ内で競ってるのが、でも競うのが一番、私は競うのが一番大事というか、なんか私は多分今それをすべきだと思うけど。ずっとさグループ内でさ争っててもきっと意味がないと思うし、外の発信力がないからでこうなってるから、外にねもっと広げていけるようなねことをしたいなと思いますよね。ねえ1時間に1回アップデートしろってさ iPhone が言ってくんの。止まったよね今。誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう今日はの誕生日おめでとうって一番言われた、いっぱいありがとうございます。タワーもぐもぐ、まあインスタ好きなんでインスタたくさんやろうと思います。インスタやすこなんで、なんかバズるのとかもさすごいなんかそんな運とかもあるかもしれないけど、なんかね多分私はちょっとずつちょっとずつやっていくタイプなのかなって思う。自分ではね分かんないけど、もう3年も経ったからさ、入って16で入って今19だからもう結構さ長いじゃん自分的には。だからちょっと SNS 頑張ろうかなって思うけど、 SNS 頑張ろうって思うと頑張りたくなくなっちゃうような人なんですよね私。キミちゃん今度ムーンウォークして、オッケー。キミできるんだよムーンウォーク。レディーとこといっぱいあるな、ダンスも習いたいし。ちょっといろいろあるんだよな。わかる？なんかさ SNS 頑張ろうと思ってさ写真とか撮ったりするじゃん。写真とかさいっぱい撮ったりするとさ自分の顔いっぱい見ることになってさ、もうさちょっとさ嫌になっちゃうんですよ。
んかこんなね誕生日なんで明るくいきましょう。そうイベントはね違う、私頑張ったっていうよりみんなが頑張ってくれたからできたんですよ。メイクとかね、でも私のメイクさなんか普通のメイクしちゃう、髪の巻き方とかやったらいいけど、髪の毛ボサボサになっちゃった。なんかちゃんと整えて始めたのにショック。直してます今。少々お待ちを。はい、ここがねちょっとおかしいんですよ。でも皆さん今日は本当にありがとうございましたっていう話なんですよ、このショールームは。みんな本当に今日はたくさんありがとうございます、一日中。って感じだね。そう誕生日なのでね、パーカー着てる。一人で乾杯しとく。私じゃあコーラ持ってるから乾杯しよう。イエーイ。さっきえなちゃんと電話しててね、これ始まる1分前ぐらいずっとしてた今日電話。誕生日に2回もショールーム見れて嬉しいです。私も見てくれて嬉しいです。誕生日おめでとうありがとうございます。女子だね、女子か。二十歳になったら何したい？多分きっと今より大人になってるはずだから、もっとなんか全てにおいて、だから大人っぽくなりたいですね。なんか顔とか変わるのかな。顔とか変わるんかな、もっと大人っぽくなれるのかな。大人っぽくなりたいな。だって前なんかちっちゃいもん、顔が高校生みたいな顔してる。いろいろと勝負な1年になりそうな予感。本当にそうなれたらいいんだけどね。でも勝負ってことは勝ち負けがあるってことか。そう勝負になれたらいいんですけどね、まあ、そうなるようにね。何があるんだろうね、私が19歳の期間わかんない、未知ですよね。だって何があるのかな。何があるんだろうね、わかんないけどさ。でもな、勝つとか負けるとかじゃなくて、まあ後悔のないようにねなったらいいなって思う。本当はね、私も髪触れに入ってるからないけど、本当は私もティーンズユニットに入る年齢だったんですよね。一応2メートルってどうなんだろう、何がや。
3年何もなかったから今別に何もなかったわけじゃないよ。何もないんじゃない、別に何もなくても幸せだったけどね。ああ都会の距離ですか。でもこの間めっちゃ近く感じたけどね、結構前にやった時。そっか、みんなこれから10代の子たちはティーンズユニットがあるからね、忙しくなりそうですね。そんなことないのかな。なんか私はもう、私が入った時にはもう総選挙とかなかったから、そういう系にあんまり関わったことがないからよくわかんないんだけど、どうなるのか全然わかんないけど、もうカメフレ大好きだから入れてすごい嬉しいし、嬉しいし楽しいし幸せですね。もう髪フレね、髪フレ好きマジ。総選挙もあったら、もしあったらどうだったと思う。私多分総選挙出てないですねそう思うし、なんかそういう話を前マネージャーさんたちとしてた時も、多分私出ないですねとか言ってましたね。誕生日おめでとう、ありがとうございます。カメレシカタ多分ね出てないと思う。すごいよね総選挙って。だってどうなるんだろうね、もし出てたら自分が。全然さ総選挙とか想像できないんだけど、どうなってたんだろうね、もしやったら。私がだっても研究生とかってさ出なきゃいけないじゃん。私がオタクで見てる限りそうだと思ってたの、本当のことは分からないけど。めっちゃ浅い人いるもんね、48グループ。みんなショールーム何の話してるんだろう。私誕生日すらさこうやって話が止まっちゃうのに。話すことあるはずなのにね、自分。誕生日おめでとうありがとうございます。鬼滅の話する、鬼滅の話しないですね。でも鬼滅の、鬼滅の、鬼滅のごめんなさい、すいません鬼滅のあの話はオムがずっとしてきて、マジで一生例えが鬼滅なんですよ。言ってることわからんって思った。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。眠たい。どうなってんだそれ。
ハッピーバースデー、ありがとうございます。お話し会楽しいと楽しいです。楽しいですよ。教会に行ったんですよ。ボキボキすぎて爪がもうやばかったんですよ。明日も頑張ってね、ありがとうございます。11時過ぎてるもん。今日時計あるんですよ。今日は時計を持ってきて19歳になりました。みんながこうやってお祝いしてくれるからすごい嬉しいです。19歳ね、やりたいことできたらいいのに。やりたいことするのがなんやかんや一番大変だしね。そう、できる人なんて限られてるから、その限られてる中にね入れるといいなって思いますけど。あ、生誕祭のスピーチ、いや生誕祭のスピーチが、あ、そっか、生誕祭のスピーチだったらねちゃんと言ってたんだ多分。うん、今年の私の19歳の目標は自分のやりたいことや夢を夢に近づけたり叶うようにすることが私の目標です。18歳は思うように活動ができることが少なかったんですけど、19歳になり年齢も一つ大人になったので、大人としての自覚を持って行動し、行動してなんか自分一人で生きていけるような人間になるように頑張りたいと思います。以上ですってなるね多分。わ、拍手ありがとうございます。だってそんなさみんなに言ってないですよ。やりたいことは言ってないですよ。なんか言えるようなところまでまだ私がなんていうの、そういう発言をできる、まあ、発言することは自由だけど、そう、自分がそれで自信を持って何々やりたいですとかそういうことが言えるような人間に慣れてないので、そうなれることをねまず目標に生きていきたいですね。そうなんですよ、だから自分に自信がないっていうか、自分がそんなことを言っていいのかみたいなことを考えてしまうタイプの人なんで、多分私は。今後の目標は休みで写真違うんですよ。なんか頑張ってね写真はね送っているつもりなんですよ、まめに。だけどねたまに寝てて起きてやばいもうあと1分でメール送んなきゃみたいな時にお休みだけ送っちゃうっていう。何かを人と比べたりするんじゃないですか。だってそれは人間だもん。トーク会申し込んだよ、ありがとうございます。お誕生日プレゼントやんありがとうございます。もめの締め切りまた厳しかった。そうなんですよ、厳しくなったっていうか、なんか私たちが多分ルーズだったのかなって思ってます。元気な姿、アイドルだからね、そうなんか明るくね頑張っていきたいと思いますよ。本当にだから目標は会いたいと思う
会いたいと思ってもらえるような人になるかな。目標っていうか、なんかテーマっていうか、なんか永遠のテーマかな。それはそうなのかな、この職業でいるうちは。だって会いたいとかさ、そうなんかそういうこと、なんかなんて言うんだろう、例えばさ、この本に呼びたいとかさ、そういう編集の方とかが思ったり したりするのとかもさ、自分からそんなどんどん発言するのも大事だけど、なんか向こうがそう思ってくれてっていうのがなんかいいねって思ったりするので、だからあの会いたいって思った握手会に来てくれる人が増えるような生き方をしたい。真面目に言うとね、でも多分そうなるのってめっちゃ難しいんだろうな。なんかさ、研究生昇格してから私別にそんなすごいな活動ができたわけじゃないから、このなんかこの今のね世界の世の中で状況でね、このコロナとかで、だからずっと研究生の時に主になんかすごいアイドルっぽい仕事っていうか、こういう仕事をたくさんしてたけど、なんかその時はマジで目の前にある仕事とか講演とか与えられたものをこなすのに必死すぎて、そんななんか何をどうしたらどうなるのかとかも考えてたけど、そんななんか深く考えてなかったし、とりあえず今目の前にあるこれをこの日までに絶対覚えなきゃいけないし、やんなきゃいけないっていうのを毎日続けて、で怖いんだけどこの家、無理だわもう、やっぱこの家もう終わったし、話途中でめっちゃビビった今、びっくりした。違う、次はね、なんか多分ね、近所のお家の人がね、なんか大きい音ガラ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 やったやった。何の話してか忘れちゃったよもう。なんだっけ、そう目の前にあるね、そういうことをなんかこなすことしかできなかったし、それをこなさなきゃいけなかったって思ったから、なんかはい次これはいはいはいってなってたけど、今こうやってそれアンダーに出ることとかもなくなったし、ラップ練習じゃない今のは、だからもう何が言いたいか分かんないわもうそうだから、なんか自分に会いたいと思ってくれる人を増やしたいっていうのがまあ最終的な目標なんですけどね。クマだ、ありがとうございますクマ。でもさ、この家やばいんだ、ラップ音がバチ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 なってんだ。今日誕生日だっていうのにさ、そんなんでお祝いしてもらっても困るんですけど。壁さん、窓さん、ちょっと静かにしてください。今はラップ音鳴らす時じゃないですよ。まあね、いろいろ頑張っていきましょうって話ですよ。面白い。
ツーマンライブ頑張ってください。ありがとうございます。頑張るので見てください。そう、違うんですよ。私はね、なんかね、なんだろうね、自己分析的に言うと、私は多分私立も派だな。私立も派だから、そうですね、さっきも言ってたのこの話、あ見つけたって感じじゃなくて、ちょっとずつ見つけてくれる方がいてくれたらいいなって思う。多分ね、自立も派ですね。なんかすごいことがないから、多分私がすごい何か持ってないから自立も派かなって思うだけ。分かんない、私の19年間この私として生きてきた答えですね、それが。でも可愛いって言ってくれる人がさ、こうやっているから嬉しいですね。自分気になって遊びに行ったけど、めちゃくちゃ気安く話しかけてる。お、ありがとうございます。そういう人がいてすごい嬉しい。いつか絶対に行きたいな。会いに来てください。待ってます。いつでもね、今こんな流行ってる時にね、危ないから。でも会いに来てほしいけど、それでね映っちゃったりして、もしもねそれでなんか重症とかになっちゃったら嫌だから、今はね自分の健康とかそういうのを一番大事にした方がいいと思うので、今はね、こうやって SNS でコメントしてくれたり、リプしてくれたりさ、いいにしてくれたりとか、そういうのだけでもすごい嬉しいので。画面で言ったらマジで一番好き。それはマジでありがとうだわ。めっちゃ可愛い。画面だけだって。性格が好きかな。お、これで一つだね、顔と性格。考え方も好き。なんか多分すっごいネガティブなんですよ。こんばんは、こんばんは。なんか考え方っていうかすごいネガティブだから、多分ポジティブな方からしたらなんか多分なんかあんまり思いつかないような考えを、そうなんかすごい長文にして、あのモバイルメールに送りつけるっていう新種のなんかいじめみたいなことをしてるんですよ。在宅派だけちゃんとだけになると思った。でもね、そういう在宅派の方もこうやってコメントしてくれたりしてるから嬉しい。 SNS っていう外に出てますね。パフォーマンスも好き。そう、みんなめっちゃ褒めてくれんじゃん今日。頭おかだけど頭おかしくないもん。なんか頭おかしいっていうか、多分なんか頭おかしく思われがちなんだよね、めっちゃ。なんでだろうね。なんかすっごいね、変わってると思うんだけど、なんか変わってることはマジで自覚済みなんだけど、全然頭おかしいかって言ったら別に多分おかしくないと思うんだよね。正常かな。超ネガティブだから自分でびっくりしちゃうもん、たまに。やっぱこんなネガティブなんだ私みたいな。ポジティブだからか、青海とかといるとめっちゃポジティブだなって思っていいなって思う。
なんかさ、自撮りってさ、なんか顔違うやん普通に。だからこうやってさやるじゃん、こうやってショールーム。なんかさ、自撮りの顔が違うんだって。どうって頑張って撮っても違うんだって、顔が。どんだけちょ頑張って撮っても顔が絶対に違うの。だからもう嫌って思って自撮りやりたくないけど、なんか私が撮りたい角度の角度と自分がこうやって SNS に載せれるような顔に映ってる顔が違うんですよ。そうだから、なんかもう写真ねあんまり得意じゃないです。めっちゃやってるじゃん、1時間ぐらいやってるよ。汗汗。要するに、あってた違うんですよ。あって確かめろってこと。あって、もうもちろん会いたいですよ。会いたいし、会いに来てほしいし、私も会いに行けるなら行きたいけど、なんか顔が多分違うよね。だから面白いなって思う。でもね、今こんな季節にさ、そんな会いに来て会いに来てっていうのもね、みんなの健康が一番だから。健康とか仕事柄とかいっぱいねあるから、そんないっぱいは言えないんですけど、会いに来てください。もしも、もしもね、会いに来てください。明日キミちゃんの写真持って神様行くわ。あ、なんかいい感じの写真あるかな。今の髪の毛にあるかな。自分が最終的に何になりたいかまだあんま分かんないから、こういう考えになってしまうのかもしれないけど、ちゃんとした明確な夢がさ自分にできたら、ちゃんとそれに向かっていけるのかもね。まだちょっと私には受けられてないかもしれない。19歳の誕生日配信の時ってめちゃめちゃ真面目なこと喋ってるよね、さっきから。でも夢って実に全員が叶うわけじゃないからね。夢が全員叶ってたらこの世は成り立ってないんですよ。ケーキだ、ありがとうございます。そう、そうなんですよね。全員がね夢をね見つけて、その職業につけるかって言われたらそんなこともないから、私が今この職業やりたいと思ってできてるのはすごい嬉しいですね。ダンス習いたい。ダンス習いたいですよ。私は夢は夢というか、やりたいことはあるけどね、それが現実になるかって言うと分かんないけど、もし現実になったら皆さんに言いますね。これが私のやりたいことでしたとか。
そういう感じのこと。向上心マジさ、向上心ってすごいよね。向上心ってマジでやばいと思う。向上心のさ、向上心っていう、まあ、もう向上心ですみたいなさ人いるじゃん、たまに。もうなんか私向上心、向上心が生きてますみたいな、向上心で生きてますみたいな人。え、まずいんだけど、まずいまずい、まずい。喋りながら塗ったら口に入った。べ、向上心ですみたいな、もう向上心って感じの人さ、マジですごいと思う苦かった、めっちゃ苦いこのリップ。嬉しい、嬉しいのリップがめっちゃ苦いです。よかったら食べてみてください。グロスじゃないよ、ティントだよ。まあ、なんかとりあえず顔が可愛くなることが目標ですね、でも今はね、ってことですね。顔が可愛いって、顔可愛く見えるような人になるのかな。もう顔なんてもう無理だもんね、だって生まれた時からこの顔なんだからさ、多分なんかもう死ぬまでこの顔なんだろうなって感じだし。もうそれはねいいよ、もうマスクして生きるわ。みんな本当に今日はたくさんありがとうって言って、ありがとうじゃないありがとうございました、いっぱい。私はすごい幸せだなって改めて思ったし、こんなに私におめでとうって言ってくれる人がいるんだなって改めて知れた。嬉しかったです。19歳になったので、まあコツ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 頑張って SNS も頑張っていきたいです。ニフ撮ったよ、ありがとう。あ、よかったらお話し会のあれも撮ってください、応募してくださいかな。 SNS みんなとお会いできるのを楽しみにしてます。誕生日が受付なんてね、すごいね。なんかそりゃさ、売れ完売とかさの方がさいい、多分自分結果は最終的にはいいとこに行くかもしれないけど、ちょっとなんか分かんないですもん関係ないけど網焼き弁当食べたいから、食べたことないです網焼き弁当。どんどんみたいなやつですよね、食べたことない。違うかそれ、分かんない。なんかどんどんってさ静岡だけだし、静岡だけのやつが意外にあって私全然知らないな、なんかそれが普通だと思って生きてたから全然知らないなって改めて思うことが多い。ただある、買ったことないんだけど、まだ間に合うのかな。間に合うと思う、間に合いますよ多分、明日の昼かな、昼までとかだけど。今回のはあの握手会と同じ会場に来て2メートルとかなぐらい離れたとこでお話しするっていうやつなんですけど、現地でお話し会かな。そうだから握手じゃないけど直接話せるよみたいな感じ。オンラインあればいいのにね。
私が言うなよってな。誕生日おめでとう、ありがとうございます。あー美人さん、じゃあ、あー美人さんってつぶやいておいてください、ツイッターで。公園もさ、意外と近いよね。今日はいっぱいありがとうございました。私の目標とかそういうのを聞いた方はぜひ心にしまっておいてください。じゃあスクショしてください。急すぎるねこれ、ごめん。19どうやってやるんだろう。どうしたらいい？あ、髪触れ。撮った？みんな、私今日誕生日だから撮っといて。OK？ なんかもう切るこの動作までもちょっと腕が痛い。なんでだ、なんで腕が痛いんだ私は今日。私はなぜ今日腕が痛いんだ。なんかしたんだよ今日。いや、マイクこっちだしね。思い出せない。なんでだろう、なんで痛いんだろうこっち。ね、今日やばかったの。青海がさ、いきなりさ、リハ中にさ、今思い出したんだけど、この腕で。腕は関係なかったんだけど。青海がさ、今日いきなりリハ中にさ、こうやって、ね、肩組んでさ、私を、なんだっけ、運んでみたいなこと言い出してこいつ大丈夫かって思った。以上です、以上だ、以上。じゃあ皆さんありがとうございました。私はいっぱいみんなにお祝いしていただいて本当にありがとうございました。で、気持ちでいっぱいです。ぜひよかったらツイッターもポチってしといてください。ギフトとかコメントとかこのね、たくさんのタワーとかケーキとかクマとかハートとかクラッカーとかコメントとか星とかいっぱい本当に見てくれてありがとうございました。19歳もよろしくね、よろしくね、バイバーイ。